うだ。十字攻撃に必要なのはあのボールの威力なんだ。ああ、いや、山形が神岡と一騎打ちするぞ。何？一対一の試合だ。今八幡ヶ原の古戦場に向かったぞ。山形のやつついにやったのか。あいつ先を越しやがったな。あいつめ。間に合った。五十郎、お前と戦う勝負方法はこうだ。お前に十回シュートさせてやる。一発でも入ったらお前の勝ちだ。馬鹿言え、一発勝負だ。山形、玉井。なんだ玉井か。山形、七回勝負でいけ。その方が日頃積んでいる技が見せられるじゃないか。そうしろよ山形。よし、七回勝負だ。先に四回勝った方が勝ちだぞ。よし、俺が見ていてやる。好きなようにしろ。山形、お前が土の中から掴んだサッカー魂を今こそ神岡にはっきりと見せてやれ。やるな山形五十郎。一対ゼロ。山形頑張れ。五十郎、仕切りが長いぞ。山形、いつこんなボールを。2対1だ。難攻不落の一角がついに敗れた。モグラが這いずり回るようなボールをよこすとはいかにもお前らしいぜ。なんだ山形。山形、ボールは転がってしまった。お前の失点だぞ。仕方ないわい、生き物は殺せんからな。バカなやつだ。3対1。五十郎、今度点が入らなきゃお前の負けだぞ。山形、土から生まれたサッカー魂だ。土から生まれたサッカー魂だ。サッカー魂だ。サッカー魂だ。いやあ、プッシュ。3対2。
山形、すごい竜巻シュートだ。くそー、奴のシュートは砂煙の中から渦巻きと一緒に飛び出す。ボールの方向がわからん。さあ行こう山形。あ、山形の竜巻シュート、今度は音と勘で捉えようというのか。よし勝負だ、もう一度俺の変化球を受けてみろ。うわうわ、あの竜巻シュート、しかも目隠しで。4対2、山形が負けた。くそ、どうしたい山形、口ほどでもないな。出直してこい。